京都号、京都号八王子線京王八王子、高速バスターミナルにて1991年頃、撮影京都号は、京阪バスが、京都府京都市、大阪府平方市、滋賀県大津市と各地との間で運行する、夜行高速バスの統一名称。本校では、京都号を名乗らない系統を含め、京阪バスが運行に携わってきた、夜行高速バス路線についても記述する。 いずれも全便座席指定制のため乗車には予約が必要である。新宿高速バスターミナルで待機する KB バスの車両詳細は東京ミッドナイトエクスプレス京都号を参照1989年12月20日運行開始関東バスとの共同運行運行開始時の路線相称は京都号宇治号で京都 平方新宿高速バスターミナルを結んでいた。2005年5月9日に路線相性を変更。京都号を東京ミッドナイトエクスプレス、京都号に、宇治号を東京ミッドナイトエクスプレス、宇治号に改めた。現在は東京大手町、丸の内バスタ新宿、渋谷マーク式と京都市内、平方市駅間を結ぶ経路で運行されている。京都上野 TDL 線、 編集京都駅から千葉駅に到着した千葉中央バスの車両現在は千葉中央バスの夜行高速バスとして京都、大津市上野、西船橋、東京ディズニーリゾート、千葉駅の間で運行されている。千葉中央バスでは唯一の首都圏以外への乗り入れ路線でもある。1989年10月20日運行開始。当初は京阪バスと京成電鉄の共同運行。 車両は独立3列シート29人乗りのスーパーハイデッカー車を使用し、週末は続行便も多く出ていたが、利用者の減少とともに、車両更新後はハイデッカー車にグレードダウンした。2006年1月10日より、京阪バスが撤退、京成バスの単独運行になる。同時に、車両は4列シート車にグレードダウンし、運賃も値下げとなった。 ただし、京都側の京阪バスによる運行支援業務は継続して行われる。なお、JTB 発行の月間大型時刻表等では、路線案内に、京都号と表記しているが、上機各バス会社は、京都号とは案内していない。2009年5月11日より、千葉発京都業がき金、近土日曜発、京都発千葉業が、金、土、日。 月曜発の週4日のみの運行となった。2010年7月15日より、千葉中央バスに移管され、毎日運行となる。2012年6月1日より再び値下げされ、曜日別運賃になる。往復運賃は廃止。2013年4月19日に、ダイヤ改正が行われ、ルートが一部変更されている。以下、運行開始日順。京阪バスは撤退後も引き続き予約受付。 発見などの運行支援業務を行っていた。詳細は、長崎号を参照1989年10月3日運行開始。京阪バスと長崎県交通局の共同運行で、長崎発京都行きの便を京都号、京都発長崎行きの便を長崎号として運行していた。1999年2月に京阪バスが撤退して、 長崎県交通局の単独運行となる2001年3月に路線廃止その後2002年5月に近鉄バスと長崎自動車が大阪長崎線のオランダ号を京都へ延伸他の事業者の共同運行により京都発着路線がカバーされた2018年11月末日で長崎自動車がオランダ号から撤退現在は 近鉄バス一社による単独運行となっている。西東京バスかつて運行していた高速バスも参照1990年3月22日運行開始。西東京バスとの共同運行で同じく京都号の愛称で運行していた。1989年12月20日の京王八王子高速バスターミナル開業に伴い運行開始した。 西東京バスが高速バスに初参入した路線として特筆される。運行開始当初は中高便も運行されていたが、中高便は利用者が少なく運行中止となり、夜行便のみの運行となっていた。2007年3月30日をもって運行休止。翌4月1日をもって、京王八王子高速バスターミナルも廃止されている。 なお西東京バスは2017年6月1日より、かつて、近鉄バスと共同運行していた、カジュアルツンクル号に、再度参入、経路変更して、京都駅八条口に停留所を追加したことで、八王子京都間の夜行高速バス路線が、復活している。京都号福岡線で使用される西鉄バスの車両1990年10月12日、運行開始。 西日本鉄道との共同運行で、京都市、平方市と福岡県北九州市、福岡市を結んでいた。単に、京都号を名乗る系統では、廃止時点で唯一運行されていた系統である。2010年4月2日、西鉄と阪急観光バスが共同運行する大阪福岡間のムーンライト号が京都駅へ延伸。これに吸収される形で、京都号は廃止された。 なお、路線延長したムーンライト号は、平方を経由しないが、西鉄の京都での待機、休憩、整備は引き続き京阪バス洛南営業所で行っていた。また、京都駅八条口乗車分のみ、京阪バスが予約発見などの運行支援業務を引き続き担当していた。2017年3月31日運行分をもって、ムーンライト号が運行休止、 これに伴い、京阪での運行支援業務も終了となった。ムーンライト号も参照詳細は、サンライズ号京都号、京都号を参照。京都号熊本線1990年10月19日、運行開始。九州産業交通との共同運行で、京都号の愛称で運行し、京都市、平方市と熊本市を結んでいた。1999年、 京阪バスが撤退して、九州参考バスの単独運行に移行し、京阪バスは予約発見などの運行支援のみ、継続した。2002年、近鉄バスと九州参考バスが共同運行する大阪発着のサンライズ号を京都まで延長して、系統統合が実施され、京阪バスによる運行支援は終了した。京阪バスの高速バス路線では、夜行高速バス以外にも、 愛称の最後に、京都号と付けられる路線が多い。ありがとうございます。